羽生ュゆずるさん、黙祷、涙、命、見つめて、3.11観客前での初演技。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケート男子で2014年措置、18年平イ五輪リンを連覇し、昨年プロ転校した羽生ゆずるさん、28、ガ長を務めるアイスショー、羽生ゆずる。 ノット・ステレイタの二日目公演は、東日本大震災発生から12年を迎えた11日、宮城赤水ハイムスーパーアリーナで行われた。午後2時46分に出演者と黙とイタリアン地所だった会場から、鎮魂の舞を届けた。公演は12日まで開催される。開演前の午後2時46分。出演者と共に表情で1分間の黙とを捧げたハグさんの目から、涙が溢れた。言葉に、 滑りに、特別な日にかける思いが恵んだ。2時間にわたるアイスショーの間、何度も氷に触れた。何度も目を潤ませた。震災から12年。3月11日、初めての観客を前にしての演技。最後の挨拶でマイクを握った。希望をたくさん届けたつもりですけど、祈りもたくさん届けたつもりですけど、その後にちょっとだけここで、なぜここの氷にたくさん種をついていたか。 そして手をついて上に気持ちを上げていたか少しだけ宮城県民として説明させてくださいと切り出したここは宮城県民そして仙台市民すべての人々にとって本当に特別な場所です震える声で言ったここはここは遺体安置所だったんです氷を張り自分が滑ることへの葛藤もあったと明かした新婚祈り希望すべての感情を込めて待った今日の ノットステレータをやって、震災に関わらなかった人も、震災で苦しんだ方々も、そして震災のニュースを見て苦しんだ方々も、ちょっとでも、希望だったり、優しさだったり、そんな時間ができたのではないかなと思っています。最後に両手を氷に置き、リンクから上がった。もう一度マイクを手にした。どうか最後まで、最後の最後まで、気をつけて帰ってください。今日ある命は明日もあるとは限りません。 今日の今の幸せは、明日もあるとは限りません。そうやって地震は起きました。だから、みんな真剣に、こうある命を、今の時間を、幸せに生きてください。公僕、恵み。羽生ゆずるさんの2011年からの12年。11年3月11日、16歳、アイスリンク仙台で練習中に被災し、スケート靴のまま外へ。自宅は全開判定。家族で避難所暮らしも経験。 同4月、神戸でのチャリティー演技会で、ホワイトレジェンドを舞う。募金活動も。同11月、ロシア杯でグランプリシリーズ初優勝。12年3月、震災発生から1年の11日に、アイスリンク仙台復興演技会に出演。17歳で初出場した世界選手権で銅メダル。同11月、宮城で行われたグランプリシリーズ NHK 杯で優勝。同12月、 全日本選手権初優勝。13年12月、グランプリファイナル初生アー。14年2月、ソチゴリンで史上2番目に若い19歳69日で金メダリストに。同3月、世界選手権初優勝。同4月、仙台で大戦パレード。沿道に約9万2千人が集まる。16年1月、復興支援を目的とした NHK 杯スペシャルエキシビションが盛岡で開催。 天と地のレクイエムを演じる。同12月、グランプリファイナルで男女通じて史上初の4連覇。17年4月、世界選手権フリーで10。66点差を逆転し3期ぶり2度目制覇18年2月、平イ五マサゴリンで男子66年ぶりの連覇。同4月、仙台で五輪連覇の外線パレード。沿道に約10万8000人。同7月、 個人最年少23歳で受賞した国民栄誉賞の表彰式に地元の伝統織物、仙台平。仙台平野は鎌姿で出席。20年2月、四大陸選手権を制し、男子初のスーパースラムを達成。22年2月、北京五輪で四回転半ジャンプに挑戦。同7月、プロ転校。23年2月26日。 フィギュアスケート史上初の単独での東京ドーム公演同3月、宮城では座長を初めて務めるアイスショーを開催。放置新聞社。3.11から12年。それは毎年その日その時刻に黙祷を捧げてきたであろうハブさんが命を見つめた12年間でもあったと思う。ハブさんの言葉通り、宮城の被災者の皆さんの思いのこもったその場所でのアイスショーへの春順は深かったと思うけれど。 この大災害を忘れず前を向いて進んでいくために、新婚と供養のために、13回忌となるその日にノットステレイタ、開催の運びとなったことは天の采配だと思う。ずっと前から、羽生譲のスケートはカグラや巫女舞のように天と人をつなぐ神聖な前のようだと感じてきた。そんなプログラムの最高峰のテスペラータ。オリンピックの起源からも、ふさわしくそうだった内村さんとの共演。希望を呼ぶ春よこい。 すべてが考え抜かれたプログラムだった。声震わせた涙のスピーチ。ハブさんの生き様さえ変えた311の傷跡の深さに胸が痛かった。こんなに知りしよくなく誠意を尽くせる人は滅多にいないと思う。羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平イオリンピックでも金メダルを獲得し、 オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録。